単発で来たお仕事をちょっとしてからラルフスに行ってきました。今日のレシートは短いです。こんな感じ。支払ったのは$39.53。節約したのは9ドルと書いてありますが、これには見切り品で節約した分は入っていません。ところでですね、ここにアニュアルカードセービングスってありますよね。これは今年2023年1月から今までラルフスだけで節約したのが851ドル29セントということです。以上です。